聞いてますよ、アザゼルさん。はい、皆さんこんにちは。聞いてますよ、アザゼルさん。パーソナリティのアザゼル厚志役の小野坂雅也です。小野坂雅也です。いやーね、今日ね、本当楽しみにしてた豪華ゲストが来てるんですけどね。まあ申し訳ない、こんな声で。申し訳ない、申し訳ない、申し訳ない。ちょっとね、本当ね、イベントでね、ちょっと、声がね出ないんですけど、まあその分ね今日のゲストは多分フォローしてくれると思うんで大丈夫だと思います。ということで今日の猛烈豪華ゲストはこちらの方です。どうぞ。おい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 、どうなってんだよこの番組よ。なんでこんな回に呼ぶんだよお前よ。信じらんねえ よ。俺がせっかく来てんのに何それ。とかさ、バカじゃねえの？だいたいさ、ラジオやんなきゃいけないのにイベントでガー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 声使って声出ません、ごめんなさいとか言ってんじゃねえよなお前。どうも、ルシファー役の小安武人です。今日は元気よくやってみたいと思います。よろしくね、よろしくね、よろしくお願いします ね。 ねえ、ほんと小安さん、はい、初めて来ていただいて、初めて来ていただきましたね。はい、ありがとうございます。とんでもないです。でどうしたのその声は、うん、なんで出てないの。ちょ、前出せよ、役者なんだからさ。前出せよ、役者なんだからさね。十分ね、前に出てますよ。あのさ、本当あのね、はしゃぐのもいいけどさ、もうさ、いいよ、年下さ、大人なんだからさ、セーブしていきなさいよ。いいよ、年下さ、大人なんだからさ。10時間はセーブできないですよ。正直なところさ、日曜日そんなに頑張んなくてもよかったんじゃないの。違うんです。土曜日はアーティストがいたけど、そうでしょ、日曜日いないんですよ。でもほら、ゴールデンビクトリーなかったじゃん。だからこそですよね。頑張っちゃったんだ。あらららそれでそんななっちゃったんだ。そうですね。さっき喉の写真見たけど、ひどいね。ひどいね。はい、切れてんじゃん。切れてんじゃん。切れてます。血にじんでんじゃん。切れてますよ。もう全然そこでそれをやるギャグよくわかんないもんだって言ってます。全然別にあなたそういう役じゃない。そういう人じゃないでしょ。もうちょっとね、恥ずかしくないの、大人として。大人としてそうなってしまってる自分が。もうこういうのも楽しいかなと思って。うん、まあ聞いてる方はきっとねわかるから楽しいと思うんだけどね。俺すっげえ楽しみにしたのぜ。すいません。あのね、ずるいずるい、謝られちゃうともうなんかさ言えないじゃん、あんまり俺も強いこと。それはすいません、本当に。僕も申し訳ないと思ってます。もういいよ、もうじゃあやる、頑張るって、頑張っていこう。頑張ってやります。頑張ってね。今日できる限り、頑張りますんで。メールもちゃんと読んでいきます。何何？メールもちゃんと読んでいきます。何ないって言われて。何聞こえるわけねえだろ、その声だよ。ちゃんと前出して言えよ。まあ役者なんだからさ。もうちょっとさ。メールも。頑張って。頑張って。読んでいきますんで。あ、本当ですか？はい。絶対ですよ。絶対ですよ。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。すいません。すいません。なんともないですか？喉切れてんじゃないですか？切れてない。切れてない。じゃあ、そろそろ行きましょう。はい、そろそろ始めましょう。はい。聞いてますよ。アザゼルさん。俺までそうなっちゃうから。